濁りが入るとやっぱりあの北の魚ってアクティブになるんで、そういう魚をちょっとあの早めの釣りで狙っていこうかなと。スピナーベイトだったりとか、あのソフトジャークだったりとかでやっていこうと思います。はい、そんなに魚っ気はないな。そう、今使ってるスピナーベイトは2分の1オンスで、多分このシャローエリアにとっては結構こう重たいと思うんですけど、重いスピナーベイトを使うことによって結構早く引けてスピーディーに探れる。で、使ってる竿が、ビアコバーサタイルの、フルレンジ C70MH で、7フィートで MH なんですけど、こうしっかりこう曲がるんで、あのキャストもしやすいですし、本当にいろんなルアー使います。これ1本あって損はないです。平和なシャローですねこれそんなもんなんかな、人間だけ期待しちゃうみたいないや、なんかもう釣りが楽しくてしょうがないんでねこの何も分かってない状態でやるっていう。えらいいますね、あそこ。まあ結構こう水位が少しでも上がったりとか、雨が降るとやっぱあいつら寄りますよね。本当によく知ってるで。ただ水がまあまあ綺麗だな、おい。こういう足を使って魚がフィーディングするんで、足の中にもいるんですけど、その周りをこう綺麗に通してあげると中から出てきて食うっていう。まあそんなに紐高くないし、引いたくなったら足の中にこう入れたりとかして釣れる釣りの方がいいと思うんですけど、周りをねこうやってやって出てくるといいんだけどなっていう。このブッシュとか釣れそう。自分がバスだったら絶対あそこに着くよっていう感じだけど、どうかな。まあ、この時期こうシャローに岩が入ってたりすると、テナガエビが産卵してきて、あの絶対着くんで、特に濁りが入った時はチェックですね。見えますか、あれベイト、ほら産んでるでしょ、産んでるでしょ、モロコ。シャットスポーン、すげえ。アメリカあったらね、このペンシルとかでこうやるらしいんですけど、シャットスポーン、おお、すごいすごいすごいですね、本当に。はい、素晴らしい。こういうところがやっぱないと産卵できないんですね。すごいな。あちゃあちゃあちゃ。釣れるかな。条件的にはすごくいいんですけどね、凝りが効いてこうベイトが固まりやすいんで、すごいいい条件は整ってるんで、
忘れると思うんですけどね。いないっす。まあテトラ魚礁の場合はシンカーを丸じゃなくて棒状に変えるっていう基本的なことなんですけど、これで引っかからなくしますね。この時期はもうド定番な場所だと思うんで。来たけどギルか？おバスです。祝。おめでとうございます。おめでとうございます。うわあ、北のバスはね、でもよく引いて楽しいですよね。釣れました。今使ってるのが、S、フルレンジ S67L ですね。レギュラーファースト、まあファーストテーパーなんですけど、そんなにこうキンキンなファーストテーパーではなく、しっかり曲がるんで、まあ、投げやすくて、こう結構スラックを使ったこう、ミドストみたいなことも結構やりやすい感じで。で、やっぱりフルレンジ特有のすごいしっかりしたバットなんで、大きいのがかかっても大丈夫だっていう竿になりますね。なんかでけえの浮いてますけど見ます？ほら、やったー。まさかの食いです。食い食い食い絶対取るよ。口切れまずいよこれ。おおあー、なかなか上がってこないやつですよこれ。そういう竿です。トルクあります。もう一回跳ねますね。これ上がってきて、やめてやめてっていうぐらい引きますね。やめて、綺麗に曲がってトルクで寄ってくると、
っしゃさあ、こう見てください、このかかり危ねえ。まあまあまあそんな感じですよ。ここはさあ、これは多分これじゃ食わせらんないあれね、結構でかいんですよ、何気に。もうこれ多分見切られましたね。これもう結構近づいたらあえて逃げるようなアクションする、ビビビビビビって言って、そしたらもうバーって食いに行くんで。小魚ってね、もう最後追われる時ってすごい早いんですけど、もうその動きは出せるんで。でまあ、いたらこういうものを投げて、基本的にサーチベイトとしてこういつを投げるっていう。そう、まあ、風が吹いたりとか天気が曇りとかめちゃくちゃ荒れた状況ではジョイクロ投げたりとか、そういうのでもいいと思うんで。うー、出てきた、出てきた。あるこの岩いるんだけど、いやダメですね、ダメですね。もっとめっちゃ激人数で追い始めたら熱いですけど。ああいうこうでかい岩のシェードですね、いるのは。そこが引っ張り出すイメージです。ジガとか来た、いけ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 、行くぞこいつ、こいつ行くぞ。ああ、なほな、もう無理だろ。あのスピードで追って乗らなかったのかって切な。行くっすよこれ多分。行きますよ、2匹行きたいでしょ。もう一回行きますよ。よっしゃー、くー、最高でしょ。でかいっすね。昔は岩入るんでね、ミサイルみたいな顔してる。ミサイル君来た、ミサイル君が来たよ。よいしょ、おー、はい、動けなくさせる、動けなくさせる、そしてネットですくったよ。いいんだよ、で、はい、はじめまして、テールウォークスタッフの近松です。琵琶湖で GOM ガイドサービスっていう、ガイドをやってます。ステージ3をベースに、まあ、北湖、南湖、まあ、両方とも、やる感じでやってます。今日はですね、まあ、朝から、北湖を中心にやったんですけど、大雨の後で、
全体にちょっと濁りが入ったんで、その濁りを活かせるシャロの釣りを、今日展開していきました。主にですね、まあスピナーベイト、2分の1のスピナーベイトを中心に、ブッシュが絡んでるようなところはフロックですね。はい。で、スピナーベイトは、C70MH で、フロックが、C65MH で、全体的にシャローをチェックしてきました。で、全くちょっと反応がなくて、で少しちょっと深いレンジに魚が移動したのかなと思ったので、5メーターから10メーターぐらいのところを、濁りが入ってたんでマグナムクランクを中心に、やってきました。で、竿がフルレンジの、C711H ですね。テレスコなんですけど、すごいバットパワーがしっかりしてるんですけど、しなやかな竿なんで、すごいあのマグナムクランクには向いてます。で、まあそこで、バイトやっぱなかったんで、まあ、これはおかしいなってことで、まあ魚の濃い、魚礁の牧の魚礁の方入りまして、ヘビーダウンショットをやりました。それが、フルレンジの、C67MHSL、ソリッドディップの竿ですね。あの太めのソリッドが入ってるんで、まあウィードを切ったりとか、ソリッドディップって柔らかすぎて結構根がかりしちゃったりとかもするんですけど、まあ、そういうことがないようにちょっと反発力の強い太めのソリッド入ってます。はい。で、まあそこでも、まあ、キーパーサイズぐらいしか釣れなかったんで、これはもう水を、まあ、変えようと、まあ、結局氷が早かったりとかすると、まあいい水が流れてるんで、まあ、そういう場所を選びに行って沖ノ島に行きました。で、まあこの時期はアフターになった魚が、シャローのあのゴロゴロした岩の周りを回遊したり、その岩からちょっと落ちて、ブレイクになるんですけど、まあ、そこの下を回遊し始める、タイミングだったんで、まあ、ちょっと魚を探しながら下から出てくる魚も狙いながらっていう感じで釣りしてきました。まあ、ちょっとここにはついてないんですけど、グリマーっていうちょっと沈むタイプの、ミドスト系のプラグがあるんですけど、まあ、それを投げつつ、まあ、それで1匹58ぐらい釣ったんですけど、で魚をまあ見つけたら、あとはこうハングルジョーダンっていうやつですね、これを投げて、まあ、2匹追わせて、釣ってったっていう感じですね。それで1匹まあ53ぐらいの入ったんですけど、で竿が、フルレンジの S の 67L ですね。まあ、67L なんで、結構ディスタンスを、取ったキャストが必要になった時にこの竿はすごく便利で、 6.7 フィートなんでよく飛びます。でライトなんですけど、まあ極端なそれファーストテーパーじゃなくて、ちょっとしっかり曲がるような、まあ動画で多分見てもらうと分かるんですけど、しっかり竿曲がってると思うんですけど、すごい投げやすい、しっかり曲がってピュンって投げられるようなテーパーにはなってます。はい。で、まあ細身なんですけど、ものすごくしっかりしたバットなんで、魚浮いてきます。あれぐらいのサイズ、まあ、コリが効いてるところにいる魚でも動きを制御できるぐらいバットパワーしっかりしてるんで、これはおすすめですね、琵琶湖のそういう魚には。そうですね、まあ一応まあメインはこの5機種で、今回やってきました。まあフルレンジシリーズ、ワンピースで多分26、7機種あるんで、いろんなフィールドでね、使える竿は本当に多いと思うんで、店頭にあったらまあそれを触っていただいて、自分の気に入ったものを選べるぐらいやっぱりものありますし、完成度も高いんで、琵琶湖だったりビッグデイクでも対応できる、しっかりした竿作りになってますので、よかったらご利用ください。
you